大丈夫、ずっとそばにいるからこれからもずっとキナはそう言って俺に唇を近づける頬に柔らかい唇の感触がして思わず赤くなってしまう冬の冷たい風が肌を刺激する。 口から漏れる息は白く、気温の低さを物語っていた。この季節になると、俺はいつも感傷に浸る。早いもんだ。あれからもう十五年か。買い物帰り、家までの道を歩きながら、物思いにふけっている俺を、秋ナはせかすように腕を引く。ね。 早く家に帰ろうよ。寒くて鼻がおかしくなりそう。あ、ああ、そうだな。俺には、今年二十歳になるアキナがいる。男で一つで育て上げた自慢の娘だ。アキナは、俺が育てたとは思えないほど、明るくて社交的で活発。そして、気配りもできる優しい子だ。 けれど俺には一つ気がかりなことがある。容姿も美人で性格もいいのに、彼女には恋人がいたことがない。もちろん俺の知らないところで男と付き合っていたことはあるのかもしれないけれど、俺の知る限りでは男の気配を感じたことはない。年頃の娘だし、もうそろそろ。 恋人の一人もできておかしくないのだけれどうっ寒いそう言って明菜は俺の腕にしがみついてくる普通の親子だったら父親と娘の距離感としては少し不思議に感じるだろう俺たち親子は他の家庭よりも特別仲がいい 一般的に娘は思春期になると、自然と父親を嫌をしたり、距離を取ったりして、男親は寂しい気持ちになるもの。いいのか悪いのか、秋菜は思春期でも、俺のことを嫌をしたり、離れようとする素振りはなかった。いわゆるこれは、ファザコンというものなのだろうか。おい、あんまりくっつくなよ。 なんでよ。パパのが体温高いんだから、いいじゃない。歩きにくいだろうが。ふーんだ。若い子にくっつかれて、嬉しいくせに。鼻水垂らした子供にくっつかれてもな。そうやっていつまでも子供扱いして。いつものように、ざれながら歩いている途中、笑い合いながら、俺は心の奥にある焦燥感に、 気づいていた。そろそろ伝えないといけないな。俺には、アキナに隠している秘密がある。ずっとバレないように、15年の間隠し続けていた。アキナが独り立ちするタイミングで、いつかは打ち明けなければと、心に決めていたこと。切り出したとき、アキナはどんな顔をするだろう。 このかけがえのない穏やかな日々が一瞬にして消えてしまうかもしれない。そんな不安を抱えながら、俺はアキナに笑顔を見せていた。そうだ、今年の誕生日は何が欲しい夕食後、カレンダーをめくりながら、俺はアキナに問いかけた。別にいいよ。もう親からプレゼントをもらう年齢でもないし。 <laughs> 何背伸びしてんだよ。こういうもんは、もらえるうちにもらっとかないといずれもらえなくなるんだぞ。だからいいよ。一緒に家でケーキ食べられれば。あ、でも、お酒は飲んでみたいかも。大事に育てた娘が、自分と酒を飲みたいと言ってくれたことに、俺は感動していた。今にも溢れそうな涙をこらえて、 気づかれないように平常心を装う。しょうがねえな。初心者でも飲みやすい酒、用意しといてやるよ。ありがとう。楽しみにしてるね。あと何度こうして、俺に微笑みかけてくれるのだろう。無邪気に微笑むアキナに、胸が痛んだ。アキナの誕生日当日、特に予定もないからと家にいるアキナを、 用事に付き合わせた俺は、目的地も言わず、とある場所へ彼女を連れ出した。冬の寒空の下、墓参りにやってきたのは俺たちだけで、他には誰もいなかった。お墓参りなんて珍しいね。あ、今まではずっと俺一人だったからな。そうなんだ。それで、これは誰のお墓なの 簡単に掃除を済ませて線香をあげた後手を合わせた秋菜が俺に問いかけるお前の父親のものだよへっ大きな樹木の幹に作られた共同埋葬墓地今までここに弔われた人々の名前が刻まれている島田祐介 お前の本当の父親のの名前だよ本当の父親ああお前にはちゃんと話さなければいけないことがある俺はお前の本当の父親じゃない血のつながらない他人なんだ嘘驚いたアキナの顔を見て胸が苦しくなる悲しい気持ちにさせるくらいなら 言わないままでいた方が幸せなのかもしれないけれど遅かれ早かれこの真実は彼女に伝わってしまう何かの表紙に自分で気がつくより俺がちゃんと伝えておいた方がいいと思っていた遅かれ早かれちゃんと伝えなきゃいけないと思ったんだお前がこの先結婚したり一人暮らしをしたり 何かと手続きをするときに気づいてしまうかもしれない。何も言わずに気づかれてしまうよりは、ちゃんと話しておいた方がいいと思って。覚悟をしていたはずなのに、緊張と不安で声が震える。明菜はそんな俺に気づいたのか、真剣な眼差しで俺の言葉を待っていた。俺と祐介は幼い頃から、 同じ施設で育った親友だ18歳になるまで兄弟みたいに育った施設を出て働き始めた俺たちはそれぞれの生活をしながらも時々会って話すほど絆は強かった二十歳の時勇介が付き合ってた彼女の妊娠が分かって入籍したんだよお腹にいた赤ん坊がお前だ まだ若いし、高卒で働き出した、ゆうすけと一つ年上だった奥さん。生活するのがやっとだったけど、それでも必死に働いて、家族を幸せにするために頑張ってた。奥さんは無事に生産期に入って、秋ナを産み落とした。でも、お前を産んだ後異常が起こって、そのまま亡くなってしまったんだ。 お母さん生まれたばかりの赤ん坊だけを残されたゆうすけは悲しみのどん底にいながらもお前を生かさなければいけないと必死で毎日世話に明け暮れてた俺も時々様子を見に行ったけど慣れないなりにちゃんと父親の顔をしていたよ俺たちには頼れる親族がいないだからなんとかして俺たちの育った 施設の人たちに頼ったり、行政の力を借りたり、一生懸命にお前を育てた。ゆうすけはお前がいることで、心を保てていたんだろうな。でも、秋菜が三歳になる直前に、ゆうすけは言ってしまった。その日もいつものように仕事を終えて、保育園に迎えに行ってたんだ。信号待ちで居眠り運転の車に、 衝突されて事故が起きたゆうすけは助からなかったけど後部座席に座ってた明菜は生きていたそのまま病院に運ばれて1週間くらい検査入院したけど俺はその時神様なんていないんだって痛感したよなんでこんなにひどいことが起こるんだってあいつはただ一生懸命誰よりも真面目に生きてた 奥さんの分までお前の成長を見届けたかったはずなのに。感情が高ぶり、当時の記憶が鮮明によみがえる。時間を巻き戻すことができたならと何度思ったことだろう。今でも俺は、勇介の事故を悔やみ続けている。秋菜はそのまま、俺たちと同じ施設に送られて、二年間そこで育ててもらった。 ゆうすけの葬式が終わった後、俺は遺品整理にあいつの家に行ったんだ。そこでゆうすけが、俺宛に書いていた手紙を見つけたんだよ。もし自分に何かあった時、あきなのことを頼むって。だから俺は、その二年間のうちに必死で仕事を頑張った。俺があきを引き取って育てられるように金を貯めたんだ。 お前が五歳の時、俺は養子縁組をしてお前を引き取ったんだ。今まで黙っていて悪かった。キナ、これがお前の知るべき真実だ。止めどなく溢れる涙。拭っても拭っても視界はぼやけていく。今キナは、どんな顔をしているのだろう。今日まで自分の父親だと信じて、疑わなかった相手が。 赤の他人だと知ったら、裏切られたような気持ちになるだろうか。不安でうつむいたままの俺に、アキナは穏やかに声をかけた。なんとなく、自分の中でやっと納得がいった。顔を上げた腕に、アキナは優しく微笑む。おぼろげだけど、記憶があるの。施設にいた時のこととか。 パパが私を家に連れ帰ってくれた時のことが断片的なものしかなかったから深く考えたりすることもなかったんだけど今の話を聞いてやっと腑に落ちたわ今まで育ててくれてありがとうパパもこのことを隠しながら一人で私を育ててきたの大変だったよね再び俺の目に涙が溢れた アキナは戸惑うどころか、俺をいたわって感謝の言葉を口にした。彼女の優しい思いは、今までの悲しみや苦労をすべて包み込む。経験のない子育て、自分すらちゃんとした大人になれているのか、不安で仕方がなかったけれど、この先の未来を生きていく彼女が少しでも困らないようにと、 全力で向き合ってきた15年間。けれど救われていたのは案外俺の方だったのかもしれない。たった一人の大切な親友を失い、途方に暮れていた俺の未来を明るく照らしてくれたのは、他でもない秋菜の存在だった。お礼を言うのは俺の方だ。こんな自分を父親にしてくれてありがとう。 アキナは照れたように笑うと、俺の手をさりげなく握った。私もこれで、悩まないで済むな。ちだりと俺に視線を向けると、はにかんだ笑顔のまま続ける。私ね、物心ついた頃から、パパのことが大好きだったの。はじめは、親子の感情なのかなって思ってたんだけど、そうじゃなかったみたい。 周りがみんな思春期になってパパと距離をとっている時も何が嫌なのかわからなかった。同級生の男子はみんな子供っぽかったし恋愛対象にもならなかったから。自分がおかしいのかなって悩んでた時もあったんだよね。でも今初めて自分が間違ってなかったんだって思えた。血のつながりがないなら好きになってもおかしくないよね。 ちょっと待ってくれ。本気か。もちろん、冗談でこんなこと言うはずないじゃない。じゃあ今まで彼氏とか、男の気配がなかったのって、もしかして。パパ以外に興味がないんだから仕方なくない突然のアキナの告白に、俺の方が動揺し始める。さっき、結婚がどうとか言ってたけど、 私は家を出て行くつもりもないし、ずっとこうしてパパと一緒にいたいもん。アキナ。でも俺は、お前の父親と同じ歳だぞ。だから何何か問題あるの一緒にいる時間だって限りがあるだろ。俺がいなくなった時、お前が一人になる方が心配だよ。何言ってんのよ。その時はその時じゃない。 自分の将来を面倒を見てもらうために誰かと結婚するわけじゃないでしょそれに、私がいなくなったら寂しいくせに。う、それは否めないけど。大丈夫。ずっとそばにいるから。これからも、ずっと。アキナはそう言って、俺に唇を近づける。頬に柔らかい唇の感触がして。 思わず赤くなってしまう。こら、からかうなよ。子供のくせに。もう子供じゃないです。二十歳は大人です。こっちからしてみたら、まだまだ青臭いガキなんだよ。じゃ、大人の色気で済まろうかそんなもの感じてたまるか。ちぇ、つまんないの。胸にあった大きな秘密を打ち明け。 それでも俺のそばで変わらずに笑ってくれているアキナを見ながら、俺は密かに胸をうなで下ろしていた。アキナには言えないけれど、もし彼に他の誰かを結婚相手として俺の元に連れてきていたら、嫉妬で気が狂っていただろう。俺にとっても彼女の存在は娘以上の大切なもの。恥ずかしくて言えないけれど、 できることならこの時間がずっと続けばいいと思っている。たとえ結婚はできなくても、俺たちが家族ということに変わりはない。この先の未来も、並んで同じ景色を見続けながら生きていこう。約束は果たしたぞ、ゆうすけ。快晴の空を見上げて、俺はかつての親友に思いを馳せるのだった。 それから一年後、俺とアキナは何も変わりない日々を過ごしている。大学を無事に卒業したアキナは、スポーツインストラクターとしてジムに就職。子供だと思っていた娘が手を離れ、大人になったことを見せつけられたような気がした。アキナはあれ以来、わかりやすく俺に愛情表現をしてくれているけれど、 俺は未だに恥ずかしくて、気持ちを素直に表現することができない。まさか、親友の娘と恋愛関係になるとは思ってもいなかった。いつかは素直に、彼女に思いを伝えられる日が来るのだろうか。関係が変わったとしても、変わらない絆が俺たちにはある。これからも家族として、俺たちは未来を共に歩んでいく。 最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あなたのおかげで自分を隠さずに済みそう。感謝しているわ。そう言って彼女は不意に顔を近づけ唇を奪った。 突然のキスに思わず驚きであぜんとしていた俺に彼女は少女のようないたずらっぽい笑みを浮かべる最近自分で自覚したことがある社会人になって数年が経ったことで気持ちに余裕が出てきたのだろうか俺は今恋をしているそう自覚し始めたのは つい先日のことだ。ああ、やってらんねえよ。毎日真面目に働いてるのに、給料なんて雀の涙だぞ。先週末、同僚の三浦が大声で嘆いていた。明るくてムードメーカーの三浦は会社でも人気者だ。一方で、あまり自分のことをさらけ出せない俺は、そんな彼のことを、 少し羨ましくも思っていた。よし今日は仕事が終わったら徹底的に飲むぞ付き合え愛想笑いを浮かべる俺に、三浦はそう言って肩を叩いた。彼のように、あっけらかんと思ったことを口にできたら、小さなことでいちいちくよくよ悩まなくて済みそうだ。正反対の性格の俺は、 自分の気持ちを口に出す前に必ず周りの人間の顔色を伺ってしまう。そうして周りに合わせているおかげで自分の本音をほとんど出せたことがない。周りからは影が薄いとか特徴がないという印象でいつもほとんど友達ができない。そんな俺でも三浦は分け隔てなく仲良くしてくれる。 愛想が良くて、みんなと仲がいい、彼の隣は居心地が良かった。終わった。飲みに行くぞ。就業後、俺と三浦は約束通り数人の同僚も混ぜて、会社の近くの大衆居酒屋に足を運んだ。少し騒がしい店内で、会社の愚痴を言い合いながら笑い合える仲間たち。その存在は、 とても大きい。自分一人じゃ、こんな風に大勢で飲みに行くことなんてなかっただろう。ここに自分がいられるのは、一えに三浦のおかげだ。しみじみそう感じていると、たまたま視線がぶつかった三浦が、こっちを見て、笑みを浮かべていた。まだまだ飲み足りねえ。しばらく飲み続けて、夜も更けてきた。 同僚たちはそれぞれ店を出て帰って行ってしまった。たまたま家の近い俺たちは一緒に帰路についていると、まだ満足いくほど飲めていないのか、三浦がぼそりと呟いた。俺はもともと酒が強い方で、飲んでも記憶がなくなったりはしない。三浦もそれなりに強いし、飲んでも普段と変わらないので、二軒目に付き合っても構わなかった。 どこかのバーにでも入ろうか。そう言って、辺りを見渡していた俺たち。しばらく店探しをしているうちに、目の前に一軒のショーパブが現れた。ここでいいんや、入ろうぜ。上機嫌に店の階段を降りていく三浦に、俺は黙ってついていくしかなかった。普段飲むと言っても、ほとんどがバーかスナック。 自分では絶対に選ばない店のチョイスに内心ドキドキしていた吸い込まれるように降り立った店少し暗めの照明が大人の雰囲気を醸し出していた店内のステージから近い席に通された俺たち酒を片手に次のショーを心待ちにしていた しばらく談笑していると、店内の照明が落とされた。大きな BGM が流れ始め、ステージではショーが始まった。スポットライトを浴びながら、現れた妖艶な一人の女性。セクシーな衣装に身を包み、ポールに絡みつきながら踊り始める。初めて生で見るポールダンスに引き込まれながらも、俺はなぜか、 その女性のことが気になっていた。席の近くにやってきたとき、女性と視線がぶつかる。すぐに流されてしまったけれど、俺はそこではっきりと気づいた。あれ瀬尾さんだ瀬尾さんは、俺の会社の直属の上司。俺たちよりも三年早く入社して、 今は係長の役職がついている普段は地味で寡黙な印象だけれど仕事は誰よりも早いし正確だその仕事ぶりが買われて長役からも気に入られているらしいけれど真面目を絵に描いたような彼女にこんな一面があったなんて俺は驚きで彼女から目を離せずにいた ショーが終わって、店内に明かりが戻る。同様は隠しきれない俺を、茶化すように笑う三浦。彼は、あのダンサーが瀬尾さんであることに気づいていないようだ。確かに、普段会社で見る彼女の姿とは、似ても似つかない。髪を一つにまとめて、黒緑のメガネをしているし、化粧も薄い。それに比べて、 今夜の彼女は長い髪を振り乱しながら別人のような化粧で大胆に踊っていた。気づかないのも無理はない。俺が気づいたのだってたまたま以前彼女が昼食時にランチで食べたラーメンの蒸気で曇ったメガネを拭いていたところを見たことがあるからだ。とんでもない秘密を知ってしまった気がする。緊張とときめきで バクバクと心臓が高鳴っていた。三浦に気づかれないようにごまかしながら、俺は何とかその日を乗り切った。それから数日後、俺は未だにあの光景が頭から離れずにいる。相変わらず、いつも通りに出勤しているので、瀬尾さんとも顔を合わせている。彼女は何食わぬ顔で、今日も仕事に打ち込んでいた。 三浦は結局何も気づいていないようだし、俺からその話をしようとも思わない。けれど、心の中では秘密を一人で抱えたまま、もやもやとした感情を抱えていた。会社でも瀬尾さんのことを目で追ってしまう。普段の彼女の姿と、あの時のステージでの姿、本性は一体どっちなのだろう 実際のところはわからないけれど、俺はあの日、ステージで見た、解放的な彼女の姿に、三浦に感じる、羨ましいと思う気持ちと、同じものを抱いていることに、気がついていた。おい、今日も飲んで帰らないか一ヶ月後の週末、三浦が、いつものように俺を飲みに誘ってくれる。俺は、 その誘いに乗りながら、内心、彼女のことが気になっていた。もう一度あの店に行って、確かめたい。そう思っていた俺は、二軒目に寄りたいと言い出す三浦に、適当な理由をつけて、一足先に店を飛び出した。やっぱり。再び訪れた、例のショーパブで、俺はあの時と同じ姿の瀬尾さんを、 目撃していた。相変わらず妖艶で、しなやかな体の使い方に釘付けになっていく。人気のダンサーなのか、ショーの最後には、前の席の客たちが立ち上がり、服の隙間にチップを挟んでいた。舞台袖に戻る頃、ふと端の席に座っていた俺と目が合った。数秒の間、じっと俺を見つめていたかと思うと、 突然視線を外してそのまま姿を消した。見つめ合った間に彼女は何か伝えたかったのだろうか。月曜日、何食わぬ顔で昼食に向かう俺を瀬尾さんが引き止めた。普段は絶対に同僚たちと仕事以外の話をしない彼女。そんな瀬尾さんに引き止められた俺は何の話をされるのかは、 なんとなく察しがついていた。なんで、誰にも言ってないの小さな声で震えながら彼女は呟いた。ショーパブでダンサーをしているのは、やっぱり彼女で間違いないようだ。別に、誰かに話すことでもないですから。誰だって、他人に秘密にしたいことの一つや二つはあるはず。 俺は彼女のダンサーとしての生き生きとした姿が好きだった。この秘密を誰かに話してしまって、会社でその噂が広まってしまったら、瀬尾さんの居場所はなくなってしまう。それどころか会社を辞めさせられることになるかもしれない。そんなこと全く望んでいなかった。好きなんです。瀬尾さんの意外な一面が見れて、 嬉しかったあんなに楽しそうに生き生きとしたあなたを見ていると自分もそんな風に素直になれたらって羨ましく思うんですその返答に驚いた顔を見せながら瀬尾さんはキュッと唇を噛んだもしかしたら俺に気づかれて噂を流されると怯えていたのかもしれない私 昔からダンスや体を動かすことが好きだったの。でも、学生時代、目立ちすぎていたせいで、嫌がらせもたくさん受けていたから、今は地味に過ごすように徹底してて、あなたが店に来た時、驚いて震えが止まらなかった。瀬尾さんは、俺が初めて三浦と店に行った時、俺たちの存在に気づいていたらしい。 いつ俺たちが噂を流すかと、ハラハラして過ごしていたようだ。これからも、誰かに言うつもりはないです。瀬尾さんのダンス、すごく綺麗で、大好きですから。まっすぐ彼女の瞳を見つめて、約束を交わす俺。その様子から、本心だとわかってくれたのか、瀬尾さんはほっとした様子で、俺に笑いかけた。 来週末、またあそこでショーをするの。時間があったら見に来て。そう言い残して、瀬尾さんは俺を残したまま、どこかへ行ってしまった。直接彼女に誘われるなんて、思ってもいなかった俺は、耳を真っ赤に染めながら、その余韻に浸っていた。瀬尾さんに言われた通り、俺は三度目のショーパブへ向かった。 雰囲気にはもうすっかり慣れたけれど、ステージに立つ彼女の色気には未だに圧倒されてしまう。もともと女性経験が多い方ではないし、大胆な女性と関わったこともほとんどない。だからこそ余計に緊張していた。やがて拍手とともに幕が上がる。瀬尾さんはいつものように堂々としたパフォーマンスで、 会場を沸かせていた。いつ見ても、やっぱり綺麗だな。テーブルに頬杖をつきながら、彼女を見つめていた俺に、瀬尾さんは突然視線を向けた。いつもなら、そのまま視線を外すのに、今日はなんだか様子が違う。俺のことをじっと見つめたまま、ダンスを続けている。まるで、 俺を誘惑するかのような艶のある動きで、心臓がどんどんと高鳴っていく。他の客も俺に対して続々と視線を向けた。大衆に注目された恥ずかしさと彼女の色気に顔が赤らんだ俺は思わずその場でうつむいた。ほどなくして音楽が止まり幕が降りる。 最後の方は、ほとんど見ていられなかったので、少し残念に思いながらも、それ以上に高なる鼓動を抑えきれなかった。ちゃんと見ていてよ。せっかく頑張ったのよ。気がつくと、ステージを終えた瀬尾さんが、俺の隣に座っていた。ダンスをするときの衣装は、露出の激しい服なので、目のやり場に困ってしまう。 瀬尾さんは俺の顔を覗き込みながら嬉しそうに言った。あなたのおかげで自分を隠さずに済みそう。感謝しているわ。そう言って彼女は不意に顔を近づけ唇を奪った。突然のキスに思わず驚きであぜんとしていた俺に、彼女は少女のようないたずらっぽい笑みを浮かべる。 もちろん、他の客にも、その瞬間はバッチリと見られていた。ちょっと、一体何のつもりで動揺する俺に、瀬尾さんは近づいて、そっと耳元で囁いた。ねえ、私と付き合ってみない耳にかかる吐息に、くすぐったさを感じながら、余計に体を熱くしていく。 瀬尾さんがここで踊っていることを知った時から、彼女に人知れず恋心を抱いていた俺にとっては願ったり叶ったりだ。けれど、会社とは全く違う積極的な彼女の姿に、俺はすっかり翻弄されていた。小さく頷いた俺に、彼女は満足そうな笑みを浮かべながら、もう一度静かにキスをした。 重ねた唇は暖かくて、その柔らかさが気持ちよかった。続きは後でね。笑いながらそう告げると、彼女は控室に消えていった。残された俺は、何度も唇に指をはわせて、彼女のぬくもりを思い返していた。それから半年後、瀬尾さんは会社を辞めた。 出世コースに乗っていたはずの彼女が結婚以外の理由で会社を辞めてしまったことに同僚たちは驚いていた結局最後まで素性を明かさないまま退職した彼女本当の姿を知っている俺は少しだけ優越感を抱いていた彼女は会社を辞めて今ではポールダンス教室の講師と ダンサーとしての仕事に精を出している。会社を辞めたことで顔を合わせる時間が減ってしまった代わりに、俺たちは今一緒に暮らしている。自分のやりたいことに向かって一生懸命になる瀬尾さんの姿を見ていると、俺は自分のことのように嬉しくなるのだ。俺も彼女と一緒にいることで、 少しずつ自分を出せるようになってきた彼女とはいつだって本音をさらけ出せる関係でありたい笑い合える俺たちの幸せな時間がしっかりと心に刻まれていた最後までご視聴いただきありがとうございます今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。